E131 系電車は2021年3月13日に営業運転を開始した東日本旅客鉄道の直流一般系電車である。房総地区の電化路線の末端区間におけるワンマン運転対応車両として2020年5月12日から投入が発表された。同区間で運用されている209系2000.2100番台は4両。 または6両編成で運用されているが、それぞれの線区、区間の利用状況に合わせて、柔軟に列車設定が可能となるようにすること、効率的なメンテナンスを行うための線路、設備モニタリング装置及び、車両状態監視保全に向けた装置を短編成ながら搭載すること、利用客に対して快適な車両を提供することの3つの要件を解決する必要があったため、神経式、 新造車両の導入に至った。これまで、暴走地区では、211系や209系など、打線区で余剰となった、経年車両を転属させた上で運用していた。そのため、同地区で、新型車両が運用されるのは、国鉄時代に投入された113系、以来、51年ぶりとなった。元来重量編成程度での運用を想定して、 mm ユニット方式を採用した2 0 9系では、最短でも 2M2T の4両編成となるのに対し、e 1 3 1系では 1M 方式を採用して、最短2両編成からの蘇生を可能とし、運転席から情報を確認するカメラなど、ワンマン運転対応機器を備える。ステンレス製の幅広、車体を採用し、スイッチング部とダイオード部、またはダイオード部のみに、シックを採用して、 消費電力の抑制につなげる。2020年7月に,に編成4両が総合車両製作所ニーツ事業所から出場し、本線試運転が行われた。2両編成12本の計24両を製造し、2021年3月13日から運用を開始した。暴走地区に投入された車両は2両編成のみだが、2021年6月17日の 報道発表にて、同年秋頃をめどに、相模線に4両編成を、2022年春頃を、めどに、東北本線、日光線に3両編成を投入することを発表。同年11月18日より相模線にて4両編成が、営業運転を開始する。車体車体は下部にある大枠の一部を除きステンレスを、用いた、拡幅車体で客室部は、e、E235 系。 乗務員室は E129 系を基本とした構造を採用し、209系よりも客室を拡大している。将来的にホームドアが整備された駅に乗り入れることを想定し、扉位置を合わせるため、側面の乗降扉は片側4箇所ある。各々の,の,の扉の横にはボタンの周囲の LED が点灯するタイプの半自動スイッチが室内外に装備されている。 前面及び側面にはフルカラー LED 行き先表示器が設置されている。車体前面は踏切事故対策から E721 系及び E129 系と同等の全面強化を図った他、側面衝突対策として E233 系と同等の強度を採用した上でロールケージによってさらなる強化を図っている。 屋根構造としては極力往復の抵抗を小さくするため抵抗に対して影響の少ない空調装置部を除き歩み板を省略している。郊外、地方線区向けに必要な車両性能を考慮してブレーキ抵抗器や下取りパンタを増設できるようにあらかじめ配慮をした設計が取られている。全部標識灯、後部標識灯は 市場からの視認性を向上させるため前面の上部に取り付けられており、照明は LED とした。着雪防止のため、前面ガラスの内側に配置し、従来のシールドビームや HID よりも発熱量が少ないため前面ガラスの熱線を標識等の部分まで拡大させている。ワンマン運転に対応するため、車両側面には E531K3000 番台と同様、 乗務員が運転台から確認する情報確認カメラ、ホーム検知装置を設置している。一方、乗務員室は運賃箱や室内確認ミラーなどの従来のワンマン運転で使用している装備は準備工事に止め、運転台上部にホームモニター映像情報装置を配置している。車内一人分の座席幅は460。 ミリメートルで209系と比較して10ミリメートル拡大しているほか低座面下、クッション性を向上している袖仕切り割立客の姿が隣り合う着席客の視界に入らないようにという利用客からの要望から E235 系1000番台と同様に天地寸法を高くしこれまでのデザインから大きく変更している上高扉上部には トレインチャンネルなどを表示する広告枠を省略した17インチの車内案内表示装置を一箇所ずつ千鳥配置に設置し多言語による情報提供の充実を図っている。また、扉開閉時には各扉に設置したドアチャイムが鳴り、同時に扉かもイカ部に設置した扉開閉表示灯が点滅する。釣り手高さの改善やホームとの段差低減。 各車両に車椅子やベビーカーの利用客のためのフリースペースを設置し、優先席とともに分かりやすい配色としている。各車両の客室には、車内防犯カメラを設置し、非常通話装置を1両につき4箇所に増やすことで、セキュリティ向上を図っている。また、荷物が挟まれた場合でも引き抜きやすいドアとしている。側引き戸装置には、ラックピニオン方式の電気式固定装置を、 採用した。電源、制御機器制御装置は、半導体素子に、シックを採用する。補助電源装置として、SC124 型静止系インバータを搭載する。空気圧縮機は、スクロール式を採用する。情報制御装置 E131 系は、モン25型を搭載。モニタリング技術を活用した、車両状態監視機能や、一部車両に、 線路設備状態監視機能を搭載し、故障の予兆を事前に把握することができる。0番台、80番台車両デザインは、優雅で生命感のある暴走の海をイメージした明るい青色と内陸を彩る菜の花の色をイメージした黄色の帯を配し、前面は暴走の海の波しぶきをイメージした水玉模様としている。座席は乗務員室から遠い箇所をセミクロスシート、 近い箇所をロングシートとしている。ただし、線路設備モニタリング装置を搭載している車両は、機器類が設置されているため一部座席配置が異なる。座席表皮のデザインは、外観のデザインと同様に、暴走の海をイメージした明るい青色と内陸を彩る、菜の花の色を採用している。車椅子対応大型の洋式トイレを、千葉寄りの車両に設置している。 列車制御システムは2プラス2プラス2の3編成を連結した最大6両編成に対応している。500番台、580番台相模線使用500番台、車両デザインは全面、側面に遠くまで広がる湘南の海をイメージした濃淡2色の青色を配し、前面は湘南の海とダイナミックな水しぶきをイメージした水玉模様を採用している。 車内はオールロングシート仕様で座席表皮は相模川や湘南の海をイメージしたブルー系のツートーンカラーとしているトイレは設置されていない平結運転を考慮していないためた番台に設置されている電気連結機は設けていない一部の編成の T 車にはレールという機を設置している0.80番台からの変更点として CBM 対象機器の見直しと今後の機能拡張を見据えて、車両情報管理装置の制御伝送化が行われている。600番台、680番台、宇都宮、日光線主要600番台デザインは、宇都宮市で復元された火炎大鼓の出汁をイメージした、賑やかで高級感のある黄色と茶色のツートーンカラーを採用し、世界文化遺産である日光の社寺に施される。 文様にも通じる賑やかで高級感のあるデザインとしている。車内はオールロングシート仕様で座席表皮はレトロな茶色と黄色味を帯びた薄紅色を合わせて落ち着きと暖かみのあるものとなっている。TC 車の後端部には車椅子対応大型様式トイレ設置している。寒冷地を走行するため先頭車には雪かきとセラミック噴射装置、下取りパンタが 全車の乗降口に凍結防止のためのドアレールヒーターが搭載されている。また、勾配線区を走行することから、ブレーキ直播装置とブレーキ抵抗器を搭載している。突起内限りは2021年3月13日時点での情報を示すが、相模線と宇都宮線、日光線については、同年6月17日付の JR 東日本のプレスリリースを元とした。 12編成24両が導入されており、全車両が幕張車両センターに所属している。以下の線区にて運用に充当されている。12編成48両を導入し、2021年11月18日より、以下の線区にて運用される予定である。15編成45両を導入し、2022年春頃より、以下の線区にて運用される予定である。 突起ない限りは2021年4月1日時点での申請情報を示すが、500番台及び600番台については、同年7月から8月末時点での申請情報を元とした。車歴表、車歴表、車歴表、ありがとうございます。